こんばんは。皆さんこんばんは。拉致被害者全員奪還ツイキャス、今夜も始まりました。あ、キアラさん早くありがとうございます。こんばんは。はい、生放送配信開始しました。はい、こんばんは。いっちーさん、香川さん、立花さん、キアラさん、ロックさん、ありがとうございます。あ、朝風さん、こんばんは。沼さん、こんばんは。エビフライさん、こんばんは。あ、フキーさんも、ブレードランナーさんも、青葉丸さん、はい、ありがとうございます。こんばんは。あ、神田孝子さん、ありがとうございます。あ、HH さん、アホルトンさん、花岡さん、マッツンさん、ユーズさん、緑神さん、こんばんは。はい、ありがとうございます。ジュウさんもいつもありがとうございます。永瀬先生、もうすぐ来ていただけると思いますので、はい、待ってくださいね。今日のゲストは、神戸市市会議員の、そして、救う会兵庫の名誉顧問をされております永瀬武先生です。あ、天海さんもありがとうございます。あ、もう永瀬先生来ていただきました。あ、永瀬先生ありがとうございます。こんばんは。はいはい、はい、すいません、ありがとうございます。すいません、ちょっとだけ、昨日のように受話音量を気持ちちょっとだけ下げる、少し、はい、少しだけ下げてください。すいません、ハウリング防止で、皆さん音声の方はどうでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、永瀬先生、コメント欄は見えますか。これ どうやって見たらいいのかな。コメント欄見えますか。今皆さんたくさん、あ、よかったです。はい、はい、時々コメント欄の方もご覧になっててください。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、今私、そうですね、神戸市会議員の、はい、永瀬武先生ということと、救う会兵庫の名誉顧問されていますという、すいません、簡単なご紹介しかまだできてないんですが。それは名誉顧問なんて、そんな、いや、だって本当だもの。いやいや、本当に。で、前は会長をされていましたね。はい、そうですね。はい、そうですね、今は氷見さんという方が代表してくださってるんです。あ、そうですか。はい、いつもありがとうございます。はい、はい、野村先生もありがとうございます。はい、どんどんコメントがたくさん来てます。はい、ありがとうございます、皆さん。で、今日は永瀬先生にゆっくりと、はい、お話聞かせていただこうと思います。そうですね、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そうですね、先生のご紹介、自己紹介兼ねて、今までの、はい、拉致問題について関わってこられたようなお話からお聞きしてよろしいでしょうか。あ、はい、わかりました。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ね、私が拉致問題と関わることになったきっかけはですね、はい、大阪経済大学の黒坂先生、はい、大阪経済大学の助教授の黒坂誠先生と、まあ、知り合いまして、これが平成7年の頃ですね。ですからちょうど1995年地震の年でしたから、よく覚えてるんですけど、はい、阪神大震災がありました。はい、はい、阪神大震災の年、黒坂先生と知り合うきっかけを得まして、はい、まあ、たまたま私たちが有志で集まって時事問題を、その時々の講師からお聞きする会というのをやっておりまして、はい、その講師として来られたのが黒坂先生。そしてその黒坂先生が有本さんや横田さんのお話をされたということで、私たちは非常に具体的に、はい、この拉致問題、拉致事件の初めての、ま、知るきっかけをいただきまして、はい、有本さんご夫妻、横田さんご夫妻には、翌年の平成8年には、はい、初めて大阪朝日放送の、当時はディレクターをされてた
石高健二さんがですね、はいはい、そういう、これから支えていこうという人たちを集めてということで、甲子園のノボテルホテルで、はい、集会というかな、まあ、そういうみんなで顔合わせの会みたいなのがあって、そこで初めて私有本さんご夫妻にお目にかかりましたですね。あ、そうですか。はいはい、はい、それで、はい、当時は、まあ正直私自身もわずかに、まあ、報じられていたその当時は拉致疑惑と言われてましたけれども、はいはいはい、そういうことはあるだろうけれども、まあ、はい、よもやその国家がですね、国を挙げて誘拐をするなんてことはないから、はい、その事件としては現在私たちが知るような大きな規模の主権侵害ではなくて、はい、まあ、そういう事例が、まあ、やはりいくつかあるのかなというぐらいの感じでした。で、正直その、はい、北朝鮮という国についてもほとんど知りませんでしたので、はい、わかります。はい、よく、まあ、本当のところどうなのかなというような気持ちだったのが当時ですね。で、はい、平成8年にそのノボテルホテルで横田さんご夫妻有本さんとお目にかかった時に、はい、有本さんからこのヨーロッパに、留学中に、うん、まあ、行方不明になった恵子さんから送られてきたその手紙ですね、はいはい、これはな長細いというかね、はい、旅行の時にかける旅行保険の、用紙の裏紙を使ってですね、はい、身近な手紙を送られてるんですよね。はいはい。で、その手紙を、まあ、北朝鮮に旅行に来られたポーランド人の方に、まあ、おそらくたまたま出会った時にパッとこう、細かく折りたたんだその紙をですね、はい、渡すというような形で、まあ、託されたその手紙が、まあ、そのポーランド人の旅行者がポーランドに帰った後また人づてに神戸に届くことになりまして、はい、はいはい、まあ、そこの中に、まあ、有本さんが、石岡さん松木さんと3人で、うんうん、まあ、暮らしているというようなことが、まあ、書かれていたと。そうですよね、はい、このコピーとか、うん、をですね、その時初めて有本さんから拝見しまして、はい、やはり ここまで、まあ、明白なこの、あの証拠というか、はい、があるのに、なんでこんなに世の中は、全くこの問題を取り上げないのかということで、はい、有本さんが当時本当にもう寒風吹きすさぶ中、有本さんのことを取り上げた週刊誌などをコピーしたものにですね、はい、ご自身の思いを綴ったものを、はいはい、うん、それを、はい、手配りされてたんで、はいはい、まあ、もうちょっとその僕たちが手伝うから世の中に広めていきましょうという形で活動を始めて、はいはい、で我々で初めて、集会をやったのが平成9年1997年に芦屋市で、はい、横田さん有本さんをお招きして集会を始めて、活動を開始したという、そういう経緯ですね。はい、ありがとうございます。本当に長く支援していただきまして、はい、ありがとうございます。本当に私はそうですね、先生のお話をちょっと講演会で YouTube で見たんですが、はい、本当にあれですよね、その北朝鮮を旅行中のポーランド人の方、動物園か何かで渡されたんですよね。と言われてますね。はいはい、はい、届いてよかったなと 思うんですが、はい、うん、でその後あれですよね、有本さんご夫妻は外務省の方にも助けを求めてね、行かれてますよね。そうですね、はい、でそうですね、お電話でもお話ししましたが、会見のですね、はい、初めての拉致問題、ま、自分たちの名前を出して世間に訴えかけてっていう決意をされた時の会見潰しのお話をちょっとお聞きしたいんですが、はい、幻の記者会見についてですね、はい、はい、
これは私が平成13年に有本さんから直接聞き取りをして、はい、当時自分で、はい、ミニコミというかみんなに知らせるために、レポートをまとめてたんですけど、今それを再度、日にちなんかが前後したらいけない、この先ほど の, ポーランド人からの手紙、これは石岡さんから送られたものですけれども、はい、北海道にいらっしゃる石岡さんですね、はい、これが昭和、はい、石岡徹さん、はい、うん、はい、1983年、1988年に有本家に、届いたわけです。1988年、はい、はい、で当時、有本さんも石岡さんもそして松木さんも、その、はい、広く世論に訴えかけるというよりは、国会議員であるとか、外務省であるとかっていうところに、あるいは警察であるっていうところに、陳情をしてですね、解決をお願いしていこうと、はい、そういう活動を、はい、されます。しかしながらですね、はい、マスコミがですね、平成2年、はい、もう1990年ですから、はい、この有本さんが初めて、かや子さん、お父さんお母さんが有本恵子さんの生存を、確信する手紙を手にしてから、2年も経たないですね、はい、1990年、はい、平成2年にですね、週刊文春が、はい、有本さんの記事を出します、はい、でこの記事は有本さんの名前こそは、特定されてないので伏せられておりますが、はい、それ以外にはかなり、なんですかね、具体的なことが書かれておりまして、実際、はい、週刊文春の記者が有本さんの家にやってきて、その記者が言ったのは外務省から情報を聞きました、はい、お話を聞かせてくださいという形で来られたそうです。で当時外務省からですね、口止めをされていたお父さんお母さんは、非常に困惑されまして、そうですよね、確か、はい、はいはい、はい、この記者に対してはあまり具体的なことは話さなかったそうなんです。しかしながら、ね、あ、はい、はい、いいですか。あ、何か、はい、どうぞ。で、その平成2年の12月になりますと、はい、マスコミ各社がですね、退去して有本さんのところにやってきたと、うんうん、はいはい、でもう昨今ね、この拉致事件、拉致問題がこのように世間に広く知られて、有本さん横田さんがたくさんのマスコミの皆さんに対するということはもう珍しくないですけれども、この時はもう有本さんとしてはもう青天の霹靂みたいなもんですよね。経験したことのない、そうですね、このメディアがもう家を取り囲むということを初めて経験されます、はいはい、これも平成2年、1990年のことですが、平成2年で、もう各社ともにも話を聞かせてくれって言われて、困ったわけですね。で、はいはい、取材は年を超えて、平成3年、1991年にも及んでおりまして、もう、はい、有本家、石岡家、松木家はもうどうしようかと、うんうん、今後の対応を本当に、はいはい、みんなで決めないといけないということで、特にですね、1月の7日の毎日新聞の朝刊に、はい、有本さんのことが大々的に取り上げられるんですね。1月7日毎日新聞、はい、1月6日ね、1月、いや失礼、1月7日、ごめんなさい、平成3年、はい、1991年1月7日の毎日新聞の朝刊に非常に大きく有本さんのことが載るんですが、はい、この前日の夜、はい、NHK から電話が入りまして、はい、こういう大きな記事が毎日新聞に載りますけれども、テレビの方の取材を受けてもらえませんかというような形で、もう非常に具体的に NHK からも取材申し込みがあったので、
取材申し込みが、はい、はい。まあ、どうしていいかわからないけど、まあ、結局この NHK の取材を受けることになりまして、NHK の神戸支局から山本さんと田村さんという2名の新聞、記者さんがやってこられたということです。お家の方に、はい、はい、はい。そしてはい。この80年代、ヨーロッパで男女3人不明、北朝鮮平壌で生活という、まあ、毎日新聞の記事は予定通り出まして、産経新聞にも出ましたし、その後、後追いで各紙出るということになりまして、有本家、それから石岡家、松木家は、一度集まってみんなで話をしようと、そして今後のことを、相談しなければならないということになって、この1月の15日にですね、北海道の石岡さんと熊本の松木さんが、まあ、真ん中ということで有本さんのところで集まりましょうということで、15日に有本なさるんのほとど。ころに集まったんですね。はい、はい。で、実はこの時にももうずっとマスコミの取材構成が続いておりまして、石岡さんの、もう亡くなりましたけど、石岡さんのお母さん、石岡さんのお母さんが北海道から出てくる前に、日本テレビが60分の報道特別番組を企画していると。で、この番組の制作にぜひ協力してほしいという形で、石岡さんのお母さんのところに接触をしてこられた人物がいます。この人が遠藤忠夫という人です。ああ、そうですか。でなするほど。から、はい。有本はさんが、この後お話ししますが、この非常に大きなキーマンとなる遠藤忠夫というのは、有本さんと接触する前に北海道の石岡さんとすでに接触をしていて、しそていした。はてい。テレビ局の番組に協力しないかという、まあ、エージェントのような立ち回りも、まあ、この当時の、聞き取りから、まあ、推測できると。まあ、こういう状なんか不態で思ござ議いなま気はす。しますが、はい、なるほど、はい、わかりました。で、まあ、各家族とももう取材はお断りしたいのは山々だけども、もうここまでみんな知ってる以上、逆に記者会見をして、もう全部みんなで話をした方がいいんじゃないのかと。で、そういうことに、まあ、落ち着きましてね。で、記者会見をすることに、まあ、でも記者会見なんてどうやってやっていいかもわからないので、まあ、当時ですね、外務省の記者クラブ、記者クラブっていうのは幹事社っていうのが当番制になってまして、この時の外務省の記者クラブの当番幹事が NHK だったので、この NHK の記者が、じゃあその記者会見の段取りはさせていただきましょうと。先ほど、まあ、申し上げました2名の記者ですよ。山本さんと田村さんですね。この2名の記者が、記者会見の段取りをしましょうということになりました。そして1月16日、さらにこの翌日ですね、この日は、石坂健二さんが外務省に張本さん、それから石岡さん、松木さんを連れていくことになっておりまして、この外務省への陳情が終わった後、学士会館というところを確保しまして、その学士会館で、記者会見を開くことになったわけです。わかります。はい。で、この学士会館で開かれる記者会見、当然ここは私、石坂健二さんからもこれお話伺ってるんですけれども、
学士会館へ、外務省から学士会館へ移動する最中、同行していた NHK の記者から、北朝鮮の事情を大変詳しく知る人物がいると、はいはい、この記者会見の前に、はい、一度少しだけでもお引き合わせをしたいということで、はい、神戸から有本さんと同行していた田村記者、はい、そして東京の崎本記者、はい、この2名がある人物を引き合わせますのでということで、学士会館の近くの喫茶店へ NHK の2人と有本さん夫妻をお連れすることになりました、はい、そしてそこで、出てきたのがこのウニタ書房という書店を経営する遠藤忠夫という人物だったんですね。はい、でこの遠藤忠夫は私に任せてほしい、なんとか救出するから実名は伏せてください。はい、要は顔も出す、住所も氏名も名乗った上で、私たちの子供たちが拉致されていますということを世間に公表しようとした、まあ有本さんを口止めしたわけですね。はい、そしてこうおっしゃったそうです。我々は1年以上にわたり金丸氏の訪朝実現のため、さまざまな労力を費やしてきました。今警察からこのような話が明らかになれば、何もかもがぶち壊しになってしまう。くれぐれも記者会見では住所氏名を言わないでください。その代わり我々には金日成の主治医に関わる確かなルートがあります。 1,2 ヶ月待っていただけば必ず良い返事を持ってきますと、まあ遠藤忠夫が言ったわけですね。はい、このあ、はい、すみません、ちょっとお待ちください、はい、あのすみません花岡さん、ウミラじゃなくてウニタです。カタカナでウートニートタです。ウニタ書房です。はい、古本屋さんでしたっけ先生。古本だけじゃなくて、どっちかというとその過激派のですね、理論書のようなものをたくさん揃えているところで、はい、はい、淀号とかの機関誌も売ってたような感じですよね。そうです、はい、はい、そうですね、はい、はい、すいません、お話止めて、はい、どうぞ。あ、いいですか。はい、大丈夫です。ウニタです。はい、タですよ、はい、うん、でこの、まあ、この遠藤忠夫の申し出に有本さん夫妻は当然当惑しまして、あ、そして、まあ、あの、はい、あの石岡さんも松木さんも大変、当惑し困惑し、どうしたものかと、はいはい、で自民党の実力者である金丸氏という名前が出てきたから、はい、まんざらでもないんだろうと、うん、ただ、はい、この時有本明弘さん、お父さんですね、お父さんはいや、はい、これは記者会見して、はい、もう世間に言うべきやというご意見だったんだけれども、はいはい、他の皆さんはやはりもうこの遠藤さんの言うことを聞いた方がいいんじゃないかということで、やはり結果的に実名を明かすこととかができませんということを、まあ記者会見の冒頭を述べることになるんですよね。はいはい、でこの1991年1月16日っていうのは湾岸戦争が始まる前日なんですよ。そうですね、クウェートに侵攻したイラク軍をアメリカ軍が攻撃する前日だったんですよね。ですからマスコミ各社は大変忙しい時にここ時間を割いて、まあ、来てるという中で、この会見の冒頭有本さんから、この会見は顔写真を撮ってもらっても困るし、私たちは住所と氏名も明らかにすることはできませんということを、まあ、開口一番言った途端ですね、はい、集まった記者から、まあ、ペルシャ湾から目が離せない今日のこの時間をどうしてくれるんだと、うんうん、何か圧力がかかったのかと、うん、はい、まあ、中にはふざけるなとかいうような、まあ、怒号まで飛んだというふうにありますね。いや、そうでしょうね、はい、お聞きしてますね。うん、で有本さんは別にこの時マスコミとのそういう受け答えに経験があるわけではないので、もうびっくりしてしまったというふうに、はい、言ってましたですね。で、はい、まあ、こういう形で遠藤忠夫はこの記者会見を事実上潰しました。そしてこの、はい、
知ってか知らずかこの遠藤忠雄を引き合わせたのは NHK の、神戸放送局の、田村と、東京放送局の崎本であるということでございます、はい、そうですね、これが直接の、はい、この幻の記者会見の顛末のちょっと長くなりましたけど説明させてもらいましたか。こんな感じですね。いえいえ、はい、ありがとうございます。ご丁寧、はいはい、でその後総務省の方とかに永瀬先生は申し入れしてますね。このあしましました、はい、NHK の記者のこともね、はい、はい、ね、まあ、NHK 側の、はい、あどうぞどうぞ。あ、NHK 側の回答はなんか双方に誤解があったようだみたいな、ちょっととぼけたような返事でしたね、うんうん、はい、ですね、これもうちょっと具体的にお話ししますとね、はい、この平成3年1月16日の幻の記者会見の後、はい、遠藤忠雄は、はい、もう 2,3 ヶ月待ってもらったら結果を出してあげるからっていうことを言ったから家族は、まあ、うん、記者会見を、そうですね、まあ、事実上しなかったわけですよね。諦めたんですよね、はいはい、ですがこの遠藤忠雄はそれからもう待てと暮らせと何の連絡もしてこなかったんです。でそうこうしているうちにですね、この平成3年の5月に 大韓航空機爆破事件のキム・ヒョンヒ、この教育だった、はい、リ・ウネが田口八重子さんだったっていうことが、まあ、警察から発表されまして、はいはい、でこの、日朝国交正常化交渉の中で、はい、これは1992年ですね、11月の第8回交渉ですけども、はい、ここで田口八重子さんのことを、まあ、この外務省が向こうへ聞くわけですね、北朝鮮側に、はいはい、そしてまた北朝鮮側は怒ってですね、実務者協議を退席してしまって、日朝国交正常化交渉がここで決裂をするという事件が起きます、うん、はい、有本さんのお父さんはこれを受けて、外務省に単身行かれまして、はい、当時の北東アジア課の山本課長補佐という方に対して、日朝交渉において、はい、田口さんの件だけ言うのはどういうことやと、田口さんのこと以上にもううちの娘の恵子のことをずっと前から言ってるやないかと、なんでうちの娘のことも一緒に聞いてくれなかったんやってことを、まあ、質問されたわけですね。はい、わかります、はい、で外務省の方は心中お察ししますが、これは外交交渉なのでとかって、まあ、もうのれにうどしみたいな返事しか しなかったらしいですわ。で有本さんとしては、うん、お父さんとしてはね、もうなんていうのかな、もう怒りが収まらないんだけど、まあ、どうしようもないから、まあ、一応その場を引き上げて神戸に戻ってきたと、うん、で神戸に戻ってきたら1週間後、唐突に遠藤忠雄から電話が入ってくるんですよ、はい、あ見てたかのようですね、なんか、はい、そうなんですよ。そして、はい、遠藤忠雄が気持ち悪いですね、はい、はい、うん、はい、あの話はまだ生きてるから黙っててほしいと、で近日生の主治医につながるルートがあるから安心してほしいと、まだそれを言ったんですね、うん、それでどうして、はい、おとなしくしておけないんですかっていう電話が入ったんですよね。でこれ自体もすごくおかしいのは、この遠藤忠雄というのは外務省ともマスコミとも非常に頻繁に情報を連絡しているというのはこれ推測できるんですよね。わかりますね。というのはどういうことでしょうね、外務省の中にそういうリークできる、わかりません、もうあんまり考えたくないですが、はい、はい、まあ、その具体的なことはわからないけど、はい、まあ、事実はそういうことです。なるほど、はい、はい、でこの遠藤忠雄という人はですね、はい、その後明らかになるんだけども、実はタミヤ高麿の、亡くなったタミヤ高麿、淀号のリーダーですね、はい、リーダーですね、はい、はい、日本赤軍淀号グループのリーダーのタミヤ高麿の非常に近い関係の人だったということが後に分かります。あ、そうですか。ですから、まあ、キム・イルソンの主治医ではなくて、淀号グループと大変、まあ、近く
人物だったというのが後にまあ分かるんですよね。はいはいはい。で有本さんは、うん、まあこのことここに至ってですね、はい、これはもう一体あの何を信じていいかも分からないし、もうわけ分からんですよね。本当にお気の毒で、お父さんお母さんとしてはね。ねえ、もう、はい。そこで有本さんは、NHK は一体どうなってるんやという形で、NHK に対して質問状を送りました。はい。でその質問状の答えが返ってきたのが平成6年の12月22日。NHK 社会部長の、井出上真一さんという方から の、まあ、あのお返事が返ってきておりまして、はい、ここの中にはお手紙と同封された真相解明を求めるビラを拝読しました。ビラに掲載されました新聞や週刊誌の記事によりますと、実に謎の多い国際的な広がりを伺わせる事件で、一日も早い真相の解明を望まれる関係者のご心情を察しいたします。当時取材に携わった記者が神戸放送局におりますので、当時の取材の経緯など聞いてみたいと考えています。こういう返事を出してきたんです。この中で、はいはい、当時携わった記者が神戸にいるというのは、この幻の記者会見を潰した崎本記者が、はい、この時点で平成6年の時点で神戸にいたんです。はい、ですからこの先元に話を聞きますから、また返事をしますというような、まあお手紙が届いてるんですよね。うーん、はい、この後 NHK は具体的には一切有本さんには、返事をしていなかったんです。聞きますって言ったままです。はい、そうなんです、そうなんです。はい、で、はい、まあ、もうちょっと、時系列的に追っていきますとね、はいはい、この時期と相前後する平成5年ですが、もう有本さんがこれ有名な、カストロプ国際空港で、待合室のシートにかけている写真などを、兵庫県警外事課の捜査官が有本さんのところへ持ってきまして、はい、娘さんに間違えられませんかと、はい、いうことで、はい、調書が作られて、はい、娘さんに間違え、稽古に間違えないということで調書にサインをしたりしておりまして、はいはい、でその後マスコミがですよ、有本さんには何の事実も知らされてない、外務省からも何にも報告もない、 NHK も切れ鼻をくくるような返事しかしてない中、マスコミがこれも、僕が聞いてるのは週刊文春なんだけれども、はい、日本人留学生失踪事件、平壌に連行したのは淀号の妻たちだったというこの記事を出して、この有本さんが調書を書くときに見せてもらった写真がもう文春に出てると。しかもその文春の記事の中に、コペンハーゲンのカストロプ国際空港で撮影されたもので、はい、その横にはキム・ユーチョルという国際的なその北朝鮮のスパイが一緒にいて、結構有名な、はい、有名です、うん、で偽造パスポートを使ったということもはっきりしているというようなことまで非常に詳しく、まあこれ文春が報じるわけですわ。すごいですね、はい、でお父さんお母さん警察とほぼ同じぐらいに、はい、もう我慢ならんちゅう話ですわ、うん、だってもう東京まで足を運んで話を聞かせてくれても教えてくれない、で、うんうんうん、遠藤忠雄は記者会見潰すわ、動いたら黙れというわ、はいはい、であとは梨のつぶてで、はい、もうどうしていいかわからないということで、有本さんはこの文春のコピーをたくさん作りましてね、はいはい、でこのコピーを同窓会なんかで人に配ったりしてたんですよ。でそれを私がいただいたんですわ。ああ、そうですか。初めて出会う、さっき言いましたでしょ、初めて有本さんに出会った時に有本さんが、はいはい、週刊誌をコピーしたやつをいっぱい持ってて、うんうん、はい、みんなに配ってたっていうのはこの時の週刊文春のコピーなんです。なるほど。もうでも本当に、ご両親
たまらないですね。外務省からはもうあの国はもう難しい国やから黙っときましょうみたいに言われて、ね、何度も足運ばれてもほとんど廊下とか立ちっぱなしでの対応しかしてもらえなかったのに、その外務省からですね、その遠藤忠雄にまあ情報言ってるような風に思えるじゃないですか、はい、時系列見れば、ね、そしてまあ警察の方で聴取を受けてたらもう文春が出してくる記事がですね、なぜそこまでメディアが知ってるのかっていうような話ですよね。そうですね、これ、うん、今ずっと駆け足をお話ししたのは、はい、大体まあ2年半から3年ぐらいの間に起こっていることなんですけれども、はいはい、実はこの非常に私責任が重いというこの崎本という記者は有本さんと何度かやり取りをされてるんですね、はいはい、で有本さんはこの文春の記事を持って記事のコピーを持って NHK の神戸放送局にも乗り込んで、はい、もうその3年前に記者会見で名前を言ったら危ないとか言ってる事態はもう状況が一変したと、それはそうですよね、もう各紙も報道も出てるし、自分たちが知らされてないようなことがどんどんもう週刊誌から伝えられてる、この現状はもう黙っときなさいと言って言われたその幻の記者会見の時とは状況が一変したんだから、はいはい、もう一度その記者会見を潰した NHK の責任で報道してくれと、いやもうそうですよね、はい、わかります、当然ですよね、はいはい、でも崎本さんという人は、はい、一度報道したものはニュース性がないので協力できませんと、で記者会見がしたいなら要件をまとめたものをご自分で各社に流されたらいかがですかという非常に冷たい対応されているんですよね、はあ、これを私が有本さんご夫妻から聞き取りをしたのが平成13年の3月ですから、はい、はい、この事件が起こって永瀬先生、はい、すいません、はいはい、ちょっとこのすいませんと、お話途中で止めて、崎本っていうその記者は今は NHK にいるんですか。いや神戸にはもういないですね。でも NHK にいるんですね。退職してるかどうかはまだ分かりません。あ、そうですか、はい、分かりました、はい、すいません、はい、先ほどその松本さんがおっしゃった私が総務省へ行ったというのはこの平成13年に3月に私有本さんにこれずっと実は有本さんからずっと聞き取り調査をして、まあ、私シリーズでずっとちょっとものを書いてたんですよ、はい、記録を残すような感じでね、はい、で、もう一番最初から順番にずっとで私もまあサラリーマンだったんで有本さんのところに行ってね、うん、これ話を聞くたって、はい、もう 2,3 時間あるいは4時間とかすぐ経っちゃいますから、うん、はい、なかなか進まなかった。やっとこの NHK の記者会見のところまで来て私もこれは重大なことやと、うんうんうん、でこれは本来そのもう国会でね NHK の予算審議などの時にもうこれ取り上げて、はいはい、NHK の会長がしっかり弁明しないといけないようなもう大変重大な問題だから、うんうん、監督官庁の総務省にこれは話をして一度見解を取ろうじゃないかという形でお父さんと話をしました、はい、お父さんも、ぜひ行こうやないかということで、これ、はい、同じ平成13年にね確かねごめんなさいこの、総務省に行った日にちがちょっと今記録が見つからないんですけれども、はい、夏ぐらいだったと思うんです。はい、夏までだったと思うな。だからまあまあだから6月ぐらいまで、うん、だからこの3月からそう時間が経ってない時に有本さんと一緒に、はい、総務省に行ったんです。はいはい。そしてこれらの先ほど言いました、NHK の報道部長からの手紙などを見せてですね。はい。でこんなことを NHK が、うん、その、うん、してもう総務省としてこれ問題でしょと。うん、監督するべきとこですからね、はい、そうですそうですでね、はい、総務省の答えはですね、はい、これはまた冷たい答えでしてね、はい、報道の内容とかについて総務省は監督する立場にはないんですと、はい、放送法というものがそういう形になってるんで、うん、この問題はその総務省として指導できるものではなくって、うん、それはもう個別にはい、やってもらわないといけない、その報道内容そのものについては指導はできませんと、そういう
言い方を総務省がするわけですよ。で、何かペーパー出しなさいよと いうことで、はい、そのペーパーも出せ、要は見解を示せって言ったら、その見解も示せないっていうんですよね。これ非常にね、なんていうのかな、もうほとんど門前払いに近い形でしたね。そうですか。一応ね、係長クラスは出てきてましたけども、まあ、そこまででの話です、はい、で一応 NHK からも人は来てましたけれども、はい、何も喋りませんでした。黙ってたと。黙ってましたね。で、まあ、僕たちも粘るだけ粘ってなんとかという話で、はい、これからじゃあ今日の心の話と今日お会いした話人たちがこういう態度だったということを、もうみんなにインターネットとかもう耳込みで知らせてもいいですねっていうようなことを、はい、捨て台詞みたいな感じで言って帰ってくるのが精一杯でした、はい。まあ、公共放送である NHK には国の公金も入ってますね。そういった放送局にこれ犯罪加担とも取れるような状態だと思うんですが、それでも総務省はもうそういう冷たい対応ってことですか。そうですね、はい。で、まあ当時ですね、これ私がこのことで動いてたのは平成13年、はい、小泉法庁とか有本さんの拉致認定というのはこの翌年の3月なんですけれども、はい、私たち当時その現在進行形で生きている当時はこの後にそんな大きな注目を拉致問題が浴びることが来るなどということはまあ予想だにしませんでしたのでね、はい、当時私たちは元町の大丸前で月に一遍ずっと署名活動してたんです。今はまあちょっと場所変わってまあずっと続けてるんですけどね、はいはいはい、丸今の、ね、まあ、本当にね、はい、世間の風は冷たかったですわ。ああ、そうですか。で、はい、有本さんに拉致被害者有本恵佳の父とか母って書いたタスキをつけてもらってですね、はい、で行き交う人々に、まあ、チラシを 配るというスタイルの、まあ署名活動で街頭の、ね、はい、はい、署名なんか全然集まりませんし、はい、道行く人たちには非常にキーの目で見られたのを、まあ、今でもよく覚えてますから、まあ、そんな時代、平成13年というのはまだそんな時代でした。そうですか、はい。でこの年を超えて平成14年に入って、はい、この八尾恵のことなんかが出てきてね、有本さんのことが一気に注目をされると、はいはい。そうですね、淀郷の、まあ、犯人の柴田康弘の妻ですね、はい、そうです、八尾恵さんね、本人がね、まあ、有本さんを連れ出したということ、はい、うん、そうですね。だから、まあはい、まあ幻の記者会見についてはこういう形です。なるほど、はい。意外と世間は知られてないお話です、これは。まあ、今日聞いていただいた方はご理解いただけたと思います、はい。よかったらSNS とかでもですね、これは別に事実ですので、はい、よかったら皆さん広げていただけたらと思います。拉致問題語る上で、はい、なんか何とも言えない気持ちになりますね。本当に土井たか子さんの話はちょっと有名なんですが、はい、こういう NHK とかの、まあ、記者と、まあ、淀郷の機関士というか淀郷の犯人に近い、ウニタ処方の、方が、まあまあ、事実上記者会見を潰したという話は意外と知られていません。はい、まあ、ね、長瀬先生に詳しく、ね、はい、お話し聞けてよかったです。 NHK はその後ですね、はい、淀郷と拉致という NHK スペシャルの、はい、何回かにわたるその放送をしてるんですけれども、はい、ご存知でしょうかね。これはよくできた N スペとしては非常に、よくできた内容でした。はい、そうですか、はい。でその後 NHK はNHK 出版から同じ淀郷と拉致という、新刊本も出しましてね、うんうん、はい。で
なかなかこれも、まあ、本としてはよくできてます。はい、はい、でこの「淀子とラシ」という本が、出版されたのが平成16年ですから、はい、有本さんが認定されたのが平成14年の3月ですから、もう世間が沸騰した翌々年にこの本が出版されてるんですね。はい、でこれは僕はNHK がね、有本さんに対する罪滅ぼしのつもりで出したんやろうと、もう間違いなくそうやろうと私は個人的には思ってます。なるほど、うん、はい、NHK が有本さんに対して淀子とラチという N スペを組んで、はい、今までのその、はい、不出来を詫びるのでどうか堪忍してくださいということを言ったということは一切聞いておりませんが、はい、事実上そう取られるように NHK というのは有本家に対する態度が一変します。そうですか、はい、はい、でその、はい、社を挙げてこの N スペを作り、これはもう大変にお金のかかった内容で、はい、事実やはり NHK らしくその普通では絶対にまあ入手できないようなその淀号の動きに対する外国の資料とかね、はい、まあ、いろんなものをまあ集めた、これはなかなか重厚な内容になってて、皮肉なことにまあ今後一つの研究資料として十分これは読んでおく必要がある本であるし、 N スペもよくできてたもんなんですわ。 そうですか、ね、それぐらいまあその NHK がまあ態度を変えたっていうのは、私はもうこの何ていうのかな、過去の汚点があるから、はい、私はそうしたんだろうなと、はい、いうふうに思ってますね。まあ、これは私個人的な感想ですけどね。なるほど、はい、わかります、はい、でも何でしょう、人としてまあ一言しっかりお詫びっていうのはあってもよかったんじゃないかなと私は思うんですが、はい、まあ私たちはそのいろんなところでこの情報は発信してきたつもりなんだけども、やっぱり情報発信力は弱すぎてですね、うん、こういう重大なことを世界に知らしめることができなかったのは大変力不足だったなと思って反省してるんですけど、あ、いえいえ、とんでもないです、はい、もう永瀬先生一生懸命ご尽力されてきて、まあ、それでね、はい、ただこの問題から大変その逃げ腰なのは NHK だけじゃなくて各マスコミとも非常に逃げ腰でしてね。そうですね、拉致問題でいろいろ取材に入ってきた、うん、報道関係者と話して何人か仲良くなった記者にもこの NHK のこの問題やってくれよって随分頼んだんですけど、はい、全くと言っていいほどここはノータッチでした。まるでアンタッチャブルのようでしたね。アンタッチャブルのようですね、どうもね、はい、それで私は遠藤忠雄がかなりのキーマンやと、さっき先生が読み上げてくださった遠藤忠雄のセリフですね、はい、金丸の包丁っていうか、そう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 、はい、あそこですね、はい、だから遠藤忠雄をやっぱり、はい、拉致問題をかなり知りうる人間なんで、事件を知りうる人間なんで、はい、やっぱりその有本さんを取材するんやったら、はい、遠藤を落としてほしいと。はい、で私もウニタ消防に電話は何度もしました、はいはい、一度遠藤忠雄さんも出てきたことがありました。あ、そうですか、はい、別にね、向こうさんはそんなに怒鳴るわけでも、うん、何でもなく実に、まあ、はい、なんていうのかな、普通に対応してくださって、はい、悪びれる様子もなく話には応じてくれましたけれども、悪びれる様子はないんですか、はい、はい、肝心なことについては何も言わなかったですよ、はい、返答もしない、はい、いやだからまあそれはな、うん、私もいろいろ言うべきこともたくさんあるんやし、言わなあかんこともたくさんあるんやけどな、これは私も困ってるんですよみたいな
なんともあのらりくらりとされたのを私もよく覚えてますわ。ただもうその後電話した時にはもうあの遠藤忠夫さん電話口に出てこられなくて、多分奥さんだと思うんですけど、はい、女性の方が出てきてちょっと体悪くしてるんで、はい、もうこういう電話やめてくださいと、はい、でもうそういう取材とか調査にも協力できないし、これ以上の連絡はやめてくださいということも言われましたですね。そうですか。いや、協力って、はいはい。ですから私が知り合った記者の何人かには、何としてもこの遠藤忠夫をこのまま死なしてはならんと。うんうんうん、はいはい。彼がこのまま知り得たことを墓まで持っていくということは許されないことだから。はい、わかります。はい。ね、実際に警察とかの取り調べは受けてないんですよね。はい、そうです。報道に携わるものであれば、はい、もうこの報道機関の矜持を示してほしいと、はいはい、いうことはみんなにお願いして、ジャーナリスト魂を、はい、しかしこの遠藤忠夫に対する追跡というものは一切誰もしなかった。で結局遠藤は死にました。はいはいはい、そうですか。どこもアンタッチャブルでしたか。そうですね、うん、ものすごく大きなものを感じますね、はい、でこの遠藤忠夫と、うん、もう一つやっぱり淀号ということで、当時ね私たちもね淀号というものとこの拉致との関わりということは当時は自分たちではもう一つよくつかみきれてなかったんです。はい、有本さんが、はい、有本さんのお母さんがね、はい、当時私たちによくおっしゃったんだけども、この遠藤忠夫がつながっているのは、はい、タミヤ高麿やと、はい、そしてタミヤ高麿が、はい、死んだ、急死するんですよね。急死なんですか。はい、そうなんですよ。で、まあ、一応病死ということになってるんだけれども、うん、はい、なんか、うん、はい、本当になんか気持ち悪いです。はい、でそのタミヤ高麿が、はい、急死をするした理由は、はい、やはりタミヤ高麿と頻繁に接触をしていた高沢浩二さん、この人は宿命という本を書かれた方です。八尾恵さんとその後結婚された方です。はい、この高沢浩二さんも実は有本さんのところへ来られてるんですね。へえ。で、私が、まあ、聞き取り調査をしているときに有本家に来たいろんな人を教えてくださいということで、はい、教えていただいた方の中の一人に高沢浩二さんっていう方もいらっしゃいまして、はいはい、当時は、まあ、まだそんなにお名前が出てたわけじゃないんだけれども、その後、まあ、私たちがこの運動をやってる最中、はい、この宿命という本を出されまして、はい、まあ、これも、よくできた本でしてね、私も何度も読みましたけれども、はい、実に、まあ、よくできた本です。はいはい、そしてこの宿命という本と、それから八尾恵さんのこの証言に基づいて、うんうん、有本さんは平成14年の3月に拉致認定されていくことになるんだけれども、はい、まあ、そこまで証拠があったらね、はい、そうそう、うん、高沢浩二さんがこの、はい、タミヤ高麿が死んだのは病気と言われているけれども、はい、実は自分たちの手で北朝鮮へ連れ込んだ人たちの、うん、については日本に返してやってほしいと、うん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 、はい、そうですね、うん、でって言ったからって言われてますね。まずパスポートをその人たちに返してやってほしいということをタミヤ高麿は訪朝した高沢浩二に言ったことがあるんだそうです。はい、でその直後にタミヤ高麿っていうのが亡くなったんですね。はいはい、でここから先はもうどうだったかというのも想像の域を出ないんだけども、想像ですね、そこからは、はい、実はこのタミヤ高麿ルートでさまざまに接触した遠藤忠夫のことを高沢浩二さんも
どの程度ご存知だったのかわからないけど、一部認識をしておられたそうでしてね、はい、この高沢浩二さんから遠藤忠雄が、まあパイプの綱としていたのは田宮高丸ですよということを有本さんのお母さんが聞いてたんですわ。はい、ですから私たちは有本さんの拉致は、例えばこの文春が報じたように淀号の妻たちがやったんだろうと、そして、淀号の田宮高丸などとその非常に、接触をし親交の深かった遠藤忠雄が、はい、このあれですね、有本さんの口封じに、まあ、一時的に動いたんだろうと、まあ、そういう推測をしておりました、うん、当時ですね、はい、その、はい、我々がその当時、うん、淀号について知り得ることはここまでだったんです。はい、これ僕ずっと喋ってていいのかな。あ、いいですよ、全然。あ、すいません、あの先生大丈夫ですか。僕が言ってることで、あのできるだけ分かりやすく説明をしようと思うんで時系列に話をしておりますが、混乱したりしたら、はい、ここどうなんて言ってくださいね。あ、そうですね、あの皆さん、もし、途中で何かお聞きしたいことがあったら、ご質問書いてくださいね。あのコメント欄見てますので、はい、はい、あ、そうです、本当に永瀬先生お話をお上手なんで、多分皆さんちゃんとご理解できていると思います。はい、で、はい、ありがとうございます。はい、平成14年の3月11日に八尾恵さんの証言というものに基づいて有本さんが拉致認定をされましたと。はいはい、これももう大変大きなニュースで、私たち運動しているものにとってはもうそのなんというか、どういうから盆と正月がいっぺんに来た以上ですね、もうなんか何が起こったのかわからないぐらいの本当にすごい状態で、まあ、それまで横田さんとか有本さんを呼んで何度も集会をしましたけれども、ほとんどマスコミは報道してくれない。わずかに地元の神戸新聞がですね、結構ちゃんとフォローしてくれてましたけども、はい、本当に神戸新聞と産経新聞ぐらいだったかな、本当にもうテレビはほとんど報道してくれないと、うん、まあ、そういう時代をずっと過ごしてたんですけども、うんうん、この有本さんの拉致認定以降はもう様相が一変しまして、はい、もうコロッと変わるんですね。私たちの月に一遍の署名活動 も、はい、もう必ずもうテレビが来るという時期が、まあ、この平成14年でしたね。はい、なるほど。で、はい、この平成14年の10月にね、はい、私たちのもとに一本の、まあ、うん、情報提供がありまして、はい、これね、2002年の10月21日に10月21日、この神戸市立須磨高校の卒業生の方から一本のファックスをいただいたんです。はい、そして、はい、この八尾恵さんの元夫で、うん、当時淀号ハイジャック事件で唯一未成年の高校生が犯人として加わってたんですけども、これが柴田康弘。はい、そうですね、柴田康弘は淀号メンバーの中でもいち早く日本に帰国をしてですね、はい、逮捕されて服役をしてもう一般人になってまして、はい、私何度も会ってるんですけども、この人も死にましたけどね。そうですか。え、亡くなったんですか。もう亡くなりました、亡くなりました、はい、この人はもう単にもうあれですわ、生活がもう乱れて身を持ち崩して亡くなったんだと思うんですけど、はい、ああそうですか、はい、実はこの柴田康弘が、はい、一律須磨高校の卒業生で有本恵子さんの先輩だったと、はい、そして私たちにこの情報提供をいただいた方、柴田康弘、はい、有本さんはともに、はい、当時教員をしていた N というですね、はい、先生に大変お世話になったと。この N 先生はその当時学校の先生ですね、はい、英語の先生だったんですけども、はいはい、この N 先生はやはり須磨校を卒業して、はい、そして神戸市立外国語大学の卒業生でもあったと。実は有本さんも須磨校から
一律外国大学の入部へ行かれてるんですね。そうですね、夜間の、はい、うん、そしてこの、この当初に基づいていろいろ調べていきますと、はい、この須磨高校の中に、はい、高校なのに普通大学によく作られてたチュチェ研究会が同好会として組織されてて、高校の中に、はい、高校の中に、そしてまあ、はいはい、この N という女性の教諭が事実上のまあ顧問のような形をしていて、はい、なるほど、はい、というところまで分かったんです。でこの、はい、ファックスによる情報提供をいただいた方は、はい、こう書かれてますね、はい、お願いします。3月に八尾恵さんのご両親への謝罪によって拉致が確実になり、毎日毎日とても辛くていたたまれずじっとしてられずお手紙を差し上げますという切り出しできましてね、はい、で実はこの N 先生という人は、はい、1996年、はい、ですから平成8年、うん、ちょっと話が相前後しますが、私たちが有本さんと初めて出会ったり、はいはい、こうもういよいよはっきりしてきたっていう時期に、もう実に相前後した時期ですね。この時期に英語の研究を進めるということで、外国で日本語を教えたいということで、もうはがきがこの情報提供者のところへ来ましたと、はい、でこの情報提供者の話からいろいろと分かったことは、この須磨高校にチュチェ研があり、その知識研を率いていた N という英語の教師が、中核となって、日本赤軍、要は赤軍派のですね、ここをその拠点化が進められてたと、はい、そして、うん、当時、まあ学生紛争のもう一番後期の時期になりますが、はい、この時期にかつてはその須磨高校もバリケード封鎖を一回行っていると、はい、でもその一律須磨高校のバリケード封鎖は、当時主流派だった全学連ではなくって、この当時の過激派の中では非常にその少数であったあの赤軍派によるバリケード封鎖が行われたという事実も分かってきまして、はい、有本さんの拉致というものが、いわゆる八尾恵さんが書かれたこの謝罪しますという本があるんですが、これ松本さんお読みになられました？あ、読みました、はい、はい、ね、ここの中に、まあ、長々と、はい、まあ、その有本さんの人となりなどが書いてあるわけですね。はい、はい、で一言で要約すると、そのヨーロッパに日本人獲得作戦で出ていた時に、うん、知り合った有本さんを、うん、とても意気投合して、はい、人間的にも私は有本さんがとても信頼できて好きでしたみたいなくだりもまあ出てくるんですが、はい、この現在も有本さんの拉致事件というものについてはケースとしては遭遇拉致というカテゴリーに入ってきてるんですね。ヨーロッパにたまたま空港であったような形ですか、はい、ですからヨーロッパを旅行中、その北朝鮮の工作機関と、うん、遭遇をしてしまったと。そして不幸に手に乗って北朝鮮に連れ去らわれたというのが、うん、有本さんの拉致を認定している認定基準、うん、国の姿勢、警察の姿勢がそういうものなんですよ、はい、しかしこの私たちへの情報提供の後、私たちが知り得た事実というのは、はい、そうではなくて、うん、はい、有本さんは国内にいらっしゃる時からマークをされてたと、はい、うん、ですね、はい、そして、うん、はい、その学校とかそういうところに張り巡らされたその日本人獲得の網にすでにかかっていた可能性が極めて高いと、
そうですね。N 先生、ちょっと気になりますね。はい。この N 先生は本当に実在を確認しまして、はい。で、イギリスにその後行かれてたことが分かりまして、はい。で、面白いのがね、この N 先生、はい、英語の俳句が好きなんですね。英語の俳句、はい。英語で俳句を作るんですわ。で、NHK の、はい、俳句を投稿するやつあるじゃないですか。はい。俳句好きの人が自分たちで作った俳句を投稿して、うんうんうん、優先とか佳作とかっていうやつあるじゃないですか。うん、はいはい。あれにロンドンから応募してたんですよ。へえ。それが NHK のホームページに残ってたんです。そうですか。はい、はい、ですからこの人が本当にやっぱり行方をくらましてロンドンに行っていたのも事実。そして神戸市内のこの N 先生のお宅はきれいに整えられてて、時々は帰ってたみたいなんですね。ああ、行き来してたんですね、はい、ええ、ですからまあ、はい、まあ、やはりその自らの身が危ないと思ったのか、秘密の暴露がこれ以上進むのを恐れて組織的に、日本を離れたのか、その辺ちょっと分かりませんけれども、はい、まあ、そういう事実が、まあ、分かってきました。はあ、そしてそれは知らなかった。はい。で、まあ、まあ、福留紀美子さんとかと同じようなケースというふうに私は捉えてるんです、うんうん、はい、私たちの中ではそのように捉えてます。はい、マークされていたってことですね、はい、うん、で、このスマ高校でですね、はい、行われた学生運動というのは非常に激しいものでして、はい、この魚道号が飛び立った後、はい、焼身自殺事件というのがあったんですわ。え、高校でですか。はい、で、高校生がガソリンかぶって焼身自殺したんです。へえ、すいません、知りませんでした。はい。で、これは間違いなくこの過激派のそのなんていうのかな、内毛場というかその組織間闘争のようなものが校内に持ち込まれて起こったのか、その、校内に組織された赤軍派内部による、対立なのか、真相は全く闇の中なんですけれども、はい、私は市会議員として仕事をさせていただく前だったんですが、一度これ、はい、公文書の公開請求しようという形で、はい、事件について神戸市に対して、教育委員会に対して情報公開請求したことあるんですけれども、はいはい、一切返事してもらえなかったです。何の返事も返してもらえなかったです、ね、一切、はい、そうですか、はいはい、なるほど、うん、まあ、だから有本さんの事件について非常にちょっと駆け足でその淀川のところまで一気にお話をしてしまったけれども、はい、まあ、少なくとも私はその福留紀美子さんなどと極めて近いその、うんうん、あらかじめ人定めをして、うん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 、そして何人か、拉致できるような人を、ノミネートしておいて、うん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 、そして、一番でき近い人を拉致したいわゆる人定拉致ではないかなと、はい、そのように考えてます。はい、はい、どう考えてもね、いろいろなんか時系列とか後から分かったことを見ると、遭遇拉致ではないなと私も思いますね。はい、うん、リストがあったんだろうなという感じがしますね。はい、永瀬先生、本当にいろいろ、まあ、この拉致問題の解決がこう遅れているのを、まあ、特定失踪者問題調査会の村尾さんともお話ししたんですが、やっぱりこの過去に、そういう出せなかったとか
隠蔽してきたとか本当にたくさんあるじゃないですか。でもこういったものを表に出せないから解決したくないのかな国はと思う時もあるんですが、どういうふうにお考えになられますか。え、解決を国が過し去、たくないの？なんていうんですかね、もう一つ踏み込んでですね、安倍総理がこう決断をしてくれないのはですね、やっぱりこういう過去に隠蔽されたものがあるから、安倍総理がやりたくてもやれないのかなとか思ったりするんですが。そうですね。私も国政レベルでどういう意思決定プロセスを経てこの問題が動いてるかってことは正直言って情報を持ってないんです。だから自分自身で有本さんから聞いたり情報提供があったりって形で自分の目で見聞きしたお話はこういう形で分かるんですけれども、なかなか国レベルでは分からないですね。で、ただ、拉致事件がなんで解決できないかっていうのは、もうひとえに私、国内問題だと思ってます。国内問題。で、この有本さんの事件で言えば、例えば遠藤忠雄とか、英語の先生の N とか、あるいは、相当な事実を知って帰国をしていたはずの柴田康弘しかり。で、現在も頻繁に、小西などと連絡を取り合っている、旧赤軍派のロートルたちも含めてですね、犯人とか協力者を司法の手が全く及ばないということが私はもう実に不思議でならないんです。本当に皆さんそうおっしゃいます。で、これはその総理大臣が変わればすぐにできるというものではなくって、もしかしたらですよ、あまりその変にその扇動的なことを言うのもよくないと思うんだけれども、この日本という国が、死に至る病にかかっているとすれば、この拉致問題を自分たちので解決できないというところに、この病気の症状がよく表れてるんじゃないかなと。で、これはもう本当に国民の生命財産に関わる中心的な話ですのでね、これ国というものが一つの人体であったとすると、心臓外科のこのカテゴリーに入るような、その命に直結するような、実は本当は大事な問題であって、そこの病気がかなり進行していて、もうすでにいくつかの薬を投薬したぐらいではなかなか解決できないぐらいに僕は進んでしまってるんじゃないかなと。非常に恐ろしいことだと思いますよ。先生のお気持ちすごくよくわかります。お話しのされ方はすごくよくわかりました。そうですね、今ちょっと11時回ったんですけども、有本恵子さんのお話、詳しく聞かせていただきまして、ありがとうございました。いえいえいえ、ありがとうございます。そうですね、お電話で永瀬先生とお話しさせていただいたときに、拉致被害者ご家族を前面に押し出した活動のことを、途切れ途切れですか？大丈夫ですか？聞こえますか？大丈夫ですか？聞こえませんか？大丈夫ですああ、か？今聞こえました。よかったです。すいません、もう一度、永瀬先生とお電話でお話しさせていただいたときに、拉致被害者のご家族がもう前面に立って拉致問題解決をやってきたことは、
間違ってたんじゃないかっていうご意見がありましたね。はい。はい。その辺かそうらですね。こう、これはは、い。20年、運動に携わってきた僕自身の反省なんですけれども、先ほども言いましたように、拉致疑惑と呼ばれていた頃、本当に世間の風は冷たいものでして、人々からは奇異の目で見られるし、実際私は元町で署名活動して、友人とか、あるいは両親の知り合いなどが私を見た時に、向こうもなんかまずいところに出会ったというような顔をして、これを私を避けていくようなのがよくありましてね。そうですか、はい。それで、会社でもちょっとあいつ変わり者だからみたいな感じで、なんかちょっと表現は悪いけど、なんか UFO とかね、なんか、心霊写真なんかを一生懸命、それがいかんという意味じゃないけれども、そういうのを追いかけると同じような人たちのだというぐらいの雰囲気で、こう視線を感じてました。あ、変わってるなみたいな形そう、変でわ見りられて者ただってとこいうとふうですにね。本当に思はい、われたと思いはまい。すね。で、ああ、それがそうですか。平成14年の3月に有本さんが認定され、はそしい。て同じ年にですね、今度は小泉訪朝があっはい。て、5人の拉致被害者が帰ってくると、はい。いう、これも大変大きな、事す件ごといかっうか、たです歴史ね、世的な、間のね。はい。そうですね、ことがあっはい。て、毎日毎私たち日。は、はい。本当にね、もうものすごい人が、それまでも2時間、10人ぐらいでみんなで署名活動をしちゃって、本当にもう50人も集まらないですね、もう30人とか20人ぐらいしか署名が集まらないのが当たり前の時に、ある日を境にしてですね、もう本当一にね、転するわけですね。1000人とかの人が署名をすると。もう並んで書いてくださるそうようでなす、感そうじです、でそすうです。ね。はで、い。毎回数百円の、カンパをいただくためのカンパ箱を置いてたら、そこにも10万円以上のですね、カンパが入るというような時期が短期間ですがあったんですね。なるほど。で、東京気でに世行論わがれもうる、燃えたと。はい。救出のための国民集会をすると、もう会場に入りきれないので、はい。当時は日比谷公会堂を使ってたんですけど、日比谷公会堂はもう上も下も、もう満員で、入りきれなかった人が第二会場として、もう公園の方へあふれ出してると。そういうそう時期ですが、か。そういう、結果的にはそれ、すぐ収束をしていくんですけども、あの時期にね、やっぱりこの国民のエネルギーというものは、国をもっと動かし、小泉さんはこれから何度でも北朝鮮へ行って、行くたんびに5人か6人連れて帰ってくるだろうし、そのうち有本さんも必ず帰ってこれるだろうと、無邪気に本当に思ったですね。よそしくわかりて、ます。はい。特にやっぱり横田さんにものすごく、すごい負担をかけた、結果的にかけてしまったと思うんだけれども、家族会の当時の代表である横田さんは、もうとにかく集会には来てほしいと。で、あちこちからね。横田さんご夫妻が来られる、集会には、本当にもう神戸でやっても、大阪でやっても、もう数千人の人が来ると。だから私たちはもうたくさんの人を集めれば、それが力となり、その事実が、国を動かすに違いないというふうに、私自身も思ってしまったので、わかります。ご家族の皆様にご足労をいただいて集会をすることが運動の目的になった時期が、やっぱり救う会兵庫の私たちもあったんだと思うんですよね。
で、ご家族を呼んでお話を聞くことは悪いことでは全くなくって、その拉致被害者家族の生の声っていうのはやっぱり一番迫力がありますから、今、はい、わかります。世間での関心が下火になったと言われている今でも、やはり横田さんとか有本さんにお出ましをいただいて話を聞いていただくということは、僕はそれはそれで意味はあると思うんです。はい、はい、ですが、そのいち早くこの運動に関わらせていただいて、はい、で兵庫県というフィールドで運動させていただいてて、まず有本さんのことを知った、うん、で次に田中稔さんのことを知った、はい、田中稔さんを通じて拉致の実行犯と実際に相対することもあった。でさらには寺越さんの件にも関わったというような非常に具体的な経験をさせていただいたので、はい、本当はねもうちょっと早く気づくべきだったんだけれども、先ほどは遭遇拉致とか人定拉致とかっていうことを言いましたけれども、この拉致事件にいくつかの、まあ、形態が、まあ、あるとすれば、まあそういうものがあるという意味で言って、これが何て言うんですか、学者がちゃんと決めたもんではないんですけれどもね、全てにおいて言えることは、はい、国内における協力者とか協力組織とかがなければ、うん、この拉致というものは絶対に行えないんですよ。そうです、そうです、はい、で今横田めぐみさん、有本恵子さんって言ったら、もう本当国民のほとんどの人は知ってると思うんですよ。そうだけどですね、若い方ちょっと、うん、ご存じない人もまあ言うかもしれないけどね、はい、ただね、はい、拉致問題を知っている人であっても、うん、拉致の犯罪を成立させた、うん、その犯罪者が今も一人たりとも捕まることなく国内でのうのうと過ごしているということをみんな知らないですわ。そして国も、はあ、国外犯ばかり指名手配して、そうですね、国際指名手配、全く逮捕しようとして捕まえてないですね、はい、そうです、本当にそうです。で、はい、そここそが実は僕は拉致事件が解決できない最大の理由であって、うんうんうん、でまた国内におけるこの拉致事件の深刻さ、事件の広がりとか、はい、その経過とした時間とか、犯罪に協力した人の組織の根深さなどを国民は知らされてないですわ。で そういうことにこそやっぱり運動の方向性を持っていくべきで、私たちはこのご家族を呼んでご家族の生の話を皆様に聞いていただくということも大事だけども、そのちょっと先にこの本当のその先言いましたし、この死に至る病かもしれないこの症状である拉致事件、うん、拉致問題というものを解決できない事実というものを少しでも改善する方向に、まあ何かできることがあるんじゃないかなと、そっちへ向けていく必要があるんじゃないかなと私は思ってます。はい、今質問欄に質問というかコメント欄にですね、 なぜ逮捕できないでしょうかみたいなコメントがあるんですが、はい、罪状が難しいんでしょうか。罪状も難しいですし、はい、そもそも今の刑法の体系の中に外国の意を受けて、はい、その国内の人を連れ去らっていったその協力者を裁く罪というのが、まあ、ないんですよね。まあ、外観誘致罪とかはまああるにはあるんだけれども、はい、細かな規定もございませんし、はい、本当に罪状がありません。でこれは田中稔さんのお話ですから、今日はまあ有本さんに限って話をしようと思ってるんですけども、田中稔さんの件で、はい、まあ、2名の拉致実行犯と実際に相対する機会があって、その2名を私たちは告発をしてるんですけども、はい、その時に本当に困ったのが、何の罪で告発するべきかということが本当にもう法律家を交えた勉強会でも結論がなかなか出ませんでした。ああ、そうですか。
で、我々はまあ海外移送目的略取といはう、いはい。罪状で、まあ、刑事告発をしましたけれどはいも、はい。これも法律家に言わせると非常に、厳しい。犯罪の構成要件が曖昧でしてね、はい。そもそもその海外移送目的略取というものが何を守ろうとしているのか、この条文が守ろうとしている保護法益はその海外に身売りされる人たちとか、ね、まあ、臓器売買とか売春とかで身売りをされるような人たちを防ぐというようなことをそもそも、目的としたというかね、取り締目まるた的めとしているの保法護律法益としですてよね。規定しはているい、んでね、はい、人身売だ買からの北方なんで朝すよ鮮によね。る拉致とは全くこれが合わないので、なるほど、はい。これはやっぱり本当は不適格なんだと思いますよ。だでかもら我がね、国にははこい。の拉致を裁く法律がない。そうです。でも、発覚してからでもですね、この法律の法整備さえしてこなかったんですよね、正直。そうですね。そはれい。をね、はい。何度か国会議員と話をしたことがあるんですが、はい。国はこういう見解です。拉致事件を取り締まる法律を今作ってしまうと、訴求法というのはこれ禁じられてますので、作られて成立して以降は取り締まりができるけれども、逆にその法律を作ったことによって以前の犯罪が取り締まれなくなると。遡れなくなるってことですね。はい。しかしでね、も取り締まってないんでであするならけばどでね、す結よ。局。はい。ね、であるならばですよ。ちょっと話を有本さんに戻しますと、幻の記者会見が起こったあの時に、ちゃんと、だって横田めぐみさんのこととか出てきて、私たちが活動をするはるかはるか前じゃないですか。あの時にちゃんと記者会見が、1991年にちゃんと記者会見が行われて、たらればは歴史にはないとはいえね、なんかもっと話変わったんちゃうかなと私は思いますよいや、ね。本当にそう思いますよ、本当に。はい。だから非常にNHK の罪も重いし、はい。もう本当なんていうのかな、もうやるせない気持ちでいっぱいになっちゃうんですけどはね。い、はい、よくわかります。はい。だから、外観に関する罪でもいいから、とにかくその犯罪を認知しておきながら、それを取り締まりもせず、裁判にもかけず、何もしないというのは、これはもう法治国家としても、この部分においてはもう完全に秩序が崩れてしまってるんですよね。野放しですからね。はい、本当に犯だ人。からこはそい。ね、拉致認定って今でも16件、17名以外に広がってないじゃないですか。そうですね、政府は。特定失は踪い、者の方が、に ね、認定者を増やしません松本ね。京子さん以降、全然ないでしょ。はい。だからこれは僕ね、おかしいと思うんですよ、この拉致認定というのも。そうですね。もうなんか増やしたくだないというから、形が見えますね。はい。そうですね、だから僕はやっぱり正しいその国内の手続きにのっとって、僕は例えばね、多少無理があってもいいから、監禁罪、なるほど。監禁罪などが僕はやっぱり一番ふさわしいんじゃないかなと思うんですけども、時効の問題なんかもありますからね。監禁罪であれば、その時効の起算点が発生しませんから。だから監禁罪などできるだけ重い罪で、しっかりと司法の手によって裁かれるべきだと思いますね。本当にそうですまね。ずそれが一歩だと思います。はい。で、国民もその安倍さんだったら解決できるだろう、いや、安倍さんがダメだったら次は誰なんだろうかとかっていう、総理大臣で拉致問題が解決できるような気分になってる人が多いと思うんですけど、そんな問題ではないと思うんですよね。で、やっぱり
正しい情報をやっぱりこのみんながちゃんと共有をして、やっぱりこの問題に関してはもうその本当にもう怒ってるっていうものをしっかりとこうやっぱり国にも地方にも示していかないといけないし、そういう意味ではやっぱりその兵庫県とか神戸市が行っている朝鮮学校への補助金なんかの問題とかね。そうです。こういった今までのこの永瀬先生の話を聞いた状態で、この朝鮮学校の補助金のことをまた考えていただくとよくわかるんですよね。はい。なぜそういうものをね、補助金停止を求めていかなきゃいけないかということですよね。はい。で裁判されましたね、負けちゃいましたけどね。いやでも、ある程度何ですか、監査をしてないとかそういう部分は認められましたね。はい、そうですね、まあ最高裁まで、まあ、2年半ほどかけてやりましたけどね。本当にお疲れ様でした。まあ、実に、裁判としては残念でしたね。その勝訴でないにしても、まあ、わずかに大阪高裁において、その初めて、実は初めてその北朝鮮の教育内容と、それから北朝鮮、朝鮮総連による支配について、まあ、認定された部分がありまして、ね、公共性がないというかね、わかります。でそこの、まあ、確定した、まあ、高裁判決が確定したわけですから、高裁判決の中で、まあ、負けたとはいえ、まあ、一部私たちが獲得したその部分をですね、今後の運動に生かしていかないかなというふうに思ってますけどね。国内で3件でしたっけ先生。朝鮮学校の補助金停止の裁判、国内で 3件ありましたっけ。いや、もうちょっとあったんちゃうかな。もうちょっとありました。九州と福岡でしたっけ。それと北海道と、千葉もありましたよ。千葉もあったんですね。全部敗訴ですか。うん、全部敗訴です。はい。ただね、その教育内容に踏み込んだ判断を示したのは今回の大阪高裁判決が、まあ、初めてですね。まあ、これはこれちょっとまた話がぐちゃぐちゃになるから、またこれだけで話をしていかないかんのですけどね。このあとちゃんと公認会計士による監査というのはするんでしょうかね、朝鮮学校は。うん、すると言ってますよ。それをちゃんと兵庫外部監査を受けで、兵庫県も、平成29年度から外部監査を義務付けると、いうふうに発表してますね。ただその外部監査って言っても、その朝鮮商工会などと関係の深い公認会計士がやる監査では絶対ダメなんであって。そうですね。やっぱり学校法人の監査などをずっと手掛けてる監査法人などが入ってるのかどうかっていうのは、ここはやっぱり議会のチェックをしていかなかったでしょうね。もうそこは本当に議員さんにぜひよろしくお願いしたいところです。頑張ります。ありがとうございます。そうですね、今11時30分を過ぎましたので、先生、ここから質問タイムにしてもいいですか。いいですか、たくさんの方、キャスご視聴ありがとうございます。永瀬先生に何かお聞きしたいことあったらコメント欄で受け付けたいと思います。何かございますか。どうぞ、何なりと。ありがとうございます。どうぞ皆さんコメントでご質問あったら、野村先生が書かれてます。次回必ず朝鮮学校と行政からのお金の流れをお聞きしたいですと、野村隆さんがお書きになってます。それは、ぜひまたね、ご報告させていただける場がいただければ大変ありがたいので、やらせていただきたいと思います。すいません、もしよかったら再登板、永瀬先生お忙しいでしょうが、よかったら、ぜひよろしくお願いいたします。いいです、大丈夫ですよ。拉致の目的は何だと思われますか。これは、これはですね、
淀号に関して言いますとね、はい、これはまあ宿命という高沢浩二さんの方に大変詳しく書いてありますが、うんうん、金日成がですね、はい、ハイジャックをして北朝鮮に来た淀号のハイジャック犯たちを前に、君たちは金の卵だと、うんうんうん、そして革命は一代にしてできるものではなくて代を継いで行っていかなくてはいけないという、うん、まあその、まあ何ですかね、将軍様のお言葉みたいなのがあったらしくてですね、はい、ま、この北朝鮮に来た淀号藩たちのまずお嫁さんを作ると、はい、そしてお嫁さんたちがまずまた子供を産むと、はい、いう形でその日本人革命村のようなものを組織し、はい、そしてその代を継いだその革命を、まあ、その志す人たちが今度はまた日本に帰って、うん、まあ、日本も革命するんだと、なるほど、はい、まあ、いうような、まあ、ビジョンをですね、はい、立ててまして、はい、まあ、これはもう独裁国家ならではの実にグロテスクな話ではあるんだけれども、そういうことに本気で我々ではちょっとそのあまりにカルト的で、はい、あまりにも突拍子もなくて、にわかにはそのまともに信じられないようなことがもう当然のように行われる国というか地域ですのでね、はい、淀号によって拉致された人たちはその革命の継続という、まあ、なんていうのかな、プロジェクトというか国策というか、はい、まあ、台南工作とか、まあ、それが、まあ、はい、石化のためですよね、はい、すいません、で、はい、はいはい、これだけではなくて他にもたくさん僕は目的があったと思います、はいはい、はい、そうですね、私たちは何をすればいいですかっていうご質問があります、はい、そうですね、はい、まあ、もうそれぞれのお立場でもうできることを精一杯やっていくしかないと思うんですけど、もうこれも、もう20年間同じだなとは思うんですけど、とにかくやっぱり声を上げていくことだと思います、そうですね、はい、で、うん、問題意識をお持ちになられた皆さん方が、はい、どんな形でも結構なんで、うんうん、それを人に伝えていただきたい、はい、でこれまで20年間の時間を要してしまったけれども、はい、その拉致被害者の皆さんがかわいそうだということを共感するだけであれば何も伝える必要はないんだけれども、うん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 、実行犯が捕まってないんだよと、はい、この国には拉致の実行を犯した犯人たちが、うんうん、逮捕もされずにみんなのうのうと暮らしてるんだよというようなことをですね、はい、しっかりと情報共有してですね、はいはい、でみんながみんな行政とか政治家と接する機会があるわけじゃないから、行政とか政治家に対してものを言うだけが運動じゃなくて、はい、実はそんなこと考えても見たことなかったっていうような人に分かってもらうということがすごく大事だと思いますね、はいはい、自分の声でね、はい、どんどん広げて周りから広げていくってことですよ ね、 そうですね、はい、例えば救う会兵庫 の、 ホームページにたどり着く人っていうのはある程度そういう認識をお持ちの方ですけれども、はい、今この私の声を聞いてくださってる皆さんも、はい、ある程度認識の高い皆さんですけれども、私たちのすぐそばには生まれてこの方そんなことには携わったこともないし考えても見たこともな い、 という意識もないとかね、はい、そんな方います、はい、そうです、はい、それはしょうがないじゃないですか、それぞれの人生ですからね、はい、悪いことだとは言わないんだけども、はい、そういう人がそういうこの拉致という真実に触れ合うのは、うんうん、実はインターネットでもなくマスメディアでもなく、うんうん、とっても仲のいい信頼しているお友達から聞いたんだけどっていうんだったら、うんうんうん、耳を貸してくれると思うんですよね、はい、分かります、はい、うん、だから口コミってやっぱり一番僕大事なことな、大きいですよね、本当に、はい、分かります、うん、それがまた自分たちの国の話ですから、はい、今現在も続いている、
で、その拉致っていう、この拉致被害っていうことは、自分たちも十分被害者になり得た話ですし、これからも、そうですはい、ね。この拉致被害はないとは言えないので、はい、実際にあるんじゃないかという声もありますし、はい、だからそうやって皆さん、周りの方にお話ししてくださいね。今日聞いたお話とかも、新しい情報もあったと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。あと、そうですね、すいません、ちょっと待ってくださいね。たくさん書いていただきました。すいません、昭和40年代から北朝鮮からの乱数表なるのをラジオで聞きましたが、日本の情報機関は分析していなかったのでしょうかと。していたとし思いてまますすね、これね、公安とかね、はい、はい外国の無線えも傍受してましたね。はい。私が実際に警察の方とかね、はい。そういう捜査機関の方と、いろいろと、そんなにね、当然守秘義務があるし、そんなほとんど何も教えてくれないんですけれども、そういう方々からのお付き合いから大体類推しますとね、そんなに日本の情報収集能力も捨てたもんではないんだろうと思います。そうみたいですね。よく分かってるようです、公安は。見るのだけはって言ってしまったらごめんなさい、悪いけど、本当にしっかり見てるのは見てるようですね。はい。そうですはい。ね、それはそうだと。ではい。ね、また機会が頂戴できれば、この田中実さんの時にお話ししますけれどもね、田中実さんの拉致実行犯に1名と実際に会って、そして1名は会うことできませんけど、2名告発をする経緯の中で、警察の人とずっと折衝をしたんですね。で、その時ね、やっぱり実際に捜査に携わっている現場の人もですね、もう非常に歯がゆい思いをしてると。だけど非常に私今でも忘れられないのがね、いやだからこの国は憲法を改正しなかったら拉致の実行犯なんか捕まえられんよと。これ直接的に言うと、警察官ともあろうものが何を言ってんねんっていうふうに聞こえますが、そうではなくってね、僕はそうは理解してなくって、この実行犯を逮捕できるような、要は我が国のその体制ではないということを暗に嘆いておられたんだと私はその時理解しましたよね。よくわかります。そうですね。あと他に何かご質問ありましたでしょうか。ごめんなさい、私が見落とした部分があるかもしれないので、もう一回書いていただけると、すいません、そうですね、すいません、ちょっと遡っては見ていますが、そうですね、先生もやっぱりスパイ防止法は必要だと思われますか。はい。そうですね、実はね、戦後の憲法改正の中で、利的行為罪っていうのがあったのが削除されてるんですね。削除されたんですね。はい。利益の利はに、い。敵味方の敵に、利的行為罪というのがあるん利です。的行為罪。はい。ちょっとね、番号何条だったか忘れましたけど、これ削除されたんです、戦後。戦後、じゃ戦前はあったんですね。戦後ですよ。はい。戦前はあったんです。行為は、はい。で、行為罪。はい。これこね、の利字で的合って行為ます罪というか。形で、インターネットで引いてもらうとすぐ出なてきるほまど。す。はい。で、このね、利的行為罪というのが私は非常にいいのではないかなというふうに思ってます。ああ、なるほど。で、スパイ防止法を新しく作るよりも、僕は利的行為罪という戦後一旦削除した条文を復活させる方がいいのではないかなと思いますね。ああ、なるほど。はい。はい。これは、だけどスパイ防止法を作るのと意図は同じですはいから、はいはいはい。
そういうものが今の国にない、そもそもそれが大きな問題だと思ってます。はい、なるほど。まあ、この字の通りですね、敵に利することをしたという行為をしたも人を裁くという罪ですね。そうです、はい、分かりました、はい、ちょっと勉強したいと思います、はい。それは、やっぱり敗戦ということがあって GHQ の占領下で削除されてしまったんでしょうか。はい、それね、六法全書を引きますとね、はい、そこ何年何月削除ってなってますんで、はい、その時は日本が独立した前かとかちょっとわからないんですけどね。はい、わかります。まあでも、まあそういうものが色濃く反映してるんだと思いますよ。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、そうですね、もうよろしいですか、皆さん質問はよろしいですかね。はい、永瀬先生に聞きたいお話はまだまだ終わらないので、ぜひまたその田中稔さんの実行犯にあった話も本当にお聞きしたいです。はい、ここに外観誘致とどっちが重いかなっていう、はい、ありますね。ありますけどね、うん、外観誘致罪の問題はですね、外観誘致罪はもう死刑しかないんですよね。確かこれ罰状が死刑しかないんですよ。そうですよね、はい、うん、はい。で、ゾルゲ事件なんかの時でも、はい、これを適用を当時日本の司法は検討したんだけれども、はい、あまりにも罪が重すぎるので、はいはいはい、この適用を見送ったと経緯があって、外観誘致罪というのはいまだに一度も使われてませんね。形骸化してますね、はい。で、まあ、形骸化してて、うん、まあ、左翼的な法学者たちは私文法と言ったりして、ね、ああ、なるほど、そうですか。もう使わせたくないっていう感じですね、はい、はい、なるほど。そうですね、だからちょっとね、で、うん、今刑事訴訟法ができてしまってるんで、はい、完全にこれだけ浮いてしまってて、これちょっとなかなか適用がより難しい法律、ね、もうよっぽど有事の時って形でしょうね、これね、はい、ただね、はい、ちょっと今日淀号の問題に触れましたけれども、はい、私淀号の犯人たちにはぜひ帰ってきてほしいと思ってるんです。あ、そうですか、はい、はい、全員ぜひ一刻も早く帰国していただきたいと思うんです。で、国内逮捕ってことですか。はい、多分ハイジャック防止法とかで逮捕されると思うんですけども、はい、そこでやっぱりね、私たちはその外観誘致で彼らを告発するべきだと思うんですね。なるほど。淀号犯を帰国を支援する会みたいなのもありますね。はい、狩りの会ですね、はい。この狩りの会はまあ、別に公然のことだからはっきり言いますけど、はい、インターネットでね、はい、救援連絡センターっていうものを引いていただきますと、はい、これは警察に不当逮捕などをされた時に弁護士を派遣してくれるというありがたい組織なんですけど、はい、この救援連絡センターの事務局をしている山中幸男さんという方が今狩りの会の事務局もされてます。そうですか、うん。で、まあ、この救援連絡センターはね、それこそその辺野古とか高井のヘリパッドなんかで逮捕された人なんかいるじゃないですか、はいはい、ああいう人たちの救援に救出に動く弁護士集団です、ね、なるほど、はい、その方たちは本当に淀号の犯人帰国望んでるんでしょうか。逮捕されるのは構わないんでしょうかね。うん、みんな帰りたいって言ってるそうですね。言ってるそうですね。また拉致には、はいはい、関係してないとかも言ってますね、はい、拉致は一切関わってないけれども、はい、ハイジャックの罪はもう償うっていうふうに小西とか言ってますね、うん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 、小西とか魚本とかそんなふうに言ってますね、はい、すいません、ありがとうございました。長くたくさん本当に貴重なお話ありがとうございました。そうですね、もうすぐ12時になってしまうので、永瀬先生もお疲れでしょうから、はい、今日はいや、いいです、いいですよ、いいです、いや、いやで申し訳ないので何でも話しますよ、はい、いえいえ、こんな機会めったにないからね。いや、またよかったらですね、本当にまたよろしくお願いします、はい、小草さんの質問、小草さんの質問読みましょうか、はい、
外界に有知罪の適用、余命3年ブログにて署名活動してますね。これはどういう署名するべきでしょうか。外界に有知罪の適用は本当に難しいと思いますね、私も。そうですね、余命ブログとかでもありますけど、やっぱりその罪状が死刑しかないので、なかなか適用はないと、まあ、今、永瀬先生もおっしゃったように、私も難しいんじゃないかなと思います。はい。そうですね、ね。はい。まあ、私もね、この自分自身が実行犯の告発に相対するときに、何の罪で裁くかというときに、やっぱり法律の実務に携わってる、別に左翼弁護士じゃなくてね、法律の実務に携わってる弁護士たちは、やはり外観罪はちょっともうあんまりにも突拍子がなくって、外観罪などで訴えてしまうと、余計に、なんていうのかな、持ち上げて、取り上ビクげてリもンら性えがない。ね、もう、そうなる可能性もある。とにかくまず告発を受理させないといけないから、不受理になってしまったら告困るってこ発をとね。不受理になったら困るんで、受理せざるを得ないような、証拠を自分たちで集められるだけ集めて、その告発状を作ろうということをしましたんで、わかります。その時に外観罪はもう即座にちょっと選択肢から外したんです専ね。門家も外したということですね。ええ、そう、専門家もやっぱりそれをやってしまうと、もう警察ももう受け取れないやろうということなるほで、ど。しかし結果的にはね、私たちが告発してからもう12年経つんかな、あれ平成15年だったと思うんだな、平成15年か16年だから、もうそれぐらいの時間経ってしまってるんで、それだったら思い切って外観罪の方がインパクトあったなと思って、それもすごく反省してます。いやいや、もう本当に永瀬先生、ずっと本当に尽力していただいているので、いやいや、もう本当にすいません、まだまだ足りてない部分があって、私の方がよっぽど自戒なんですけど、本当に、とんでもいないやでいや、す。本当にありがとうございます。こうやって生の声を聞けて、質問に答えていただけるって本当に貴重な機会だったので、本当にありがたかったです。はい、まあ有本さんのことね、もうちょっとこう深くちょっと言っていかないといけない部分があって、その淀号ね、当時のオージャパンというね、淀号の海外に留学してる学生たちを集めて、オージャパンという組織を作ってまして、でこのオージャパンっていうのが、海外、ヨーロッパを中心に留学してる日本人を集めた、その表向きはですね、学校の垣根を越えた交流組織というような体を装っておきながら、実は赤軍と密接に関わりがある組織でして、ずっと機関誌も出してたんですね。なるほど。この機関誌にばっちりどういった過去出てるんですよ。そうですか。そんなのもね、ありましたしどういっね。た過去さんね、もう亡くなられましたがね。ありがとうございました。そうですね、最後に何か今日キャスでお話しされて、ちょっと多分コメントもたくさん流れたので、全部読めるところまで難しかったと思うんですが、本当にありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。まあ、たくさんの方が聞いてくださってありがとうご今ざいもました。現在も118名の方が、聞いてくださってます。私も、もう本当に、もうすいません、こんな夜遅くいまやいでありや、がとうございま本当しにた。ありがとうございました。ぜひもう一度、もう二度と、すいません、何度でも、よかったら、ありがたいと思い今ま日す。須磨高校のちっちゃ研究会とかですね、有本恵子さんの、その NHK の記者のと、淀川の犯人に近いもん、人の、記者会見潰しとか、皆さんすごくびっくりされてましたので、新しい情報に触れて、すごく皆さんまた新たにですね、
この国の闇っていうですかね、いろいろ難しさもいろいろ知られたと思いますので、はい、ぜひ皆さん、また永瀬先生の当番、はい、再当番期待しててください。はい、ありがたく、はいはい、よろしくお願いいたします。ご約束していただきましたので、こういう機会いただけたらね、はい、もうできるだけ私もお話しさせていただきたいと思います。本当にすいません、お忙しいのに申し訳ないです。はい、またぜひ、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、すいません、失礼いたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした、はい、失礼します。はい、ありがとうございます。はい、皆さんたくさんの拍手、はい、本当に永瀬先生お疲れ様でした。どうやって切ったらいいのかな。いや、もうよかったらまだもう来週の告知して、そうですね、配信終わりますので、はい、来週配信ゲストはですね、加藤健さんって方が配信してくださいます。そうですね、高須さんの件も告知ですか。はい、加藤健さんすごい方なんです、実はですね、隠れキャラって言ったら怒られてしまうかな、すごいロビーストです。海外からの圧力で北朝鮮の金王朝を潰そうとされてます。もう過去にやってこられてる方が、やってこられてる実績があるんですよ。パキスタン航空にですね、パキスタンの国内に北朝鮮の飛行機をもう止めれなくしたりですね、で海外から北朝鮮の国内のその企業を潰したりですね、国連の、今安保理決議に対してですね、今大きな活動をされようとしています。この間の決議で、北朝鮮に対する、すいません、ちょっと私が加藤さんから聞いたお話なので、すいません、ちょっとうろ覚えな部分もあるんですが、先端科学技術っていうものを国連加盟国はどこも教えてはいけないっていうものが決まったんですね。でそれを今朝鮮大学、日本国内の朝鮮大学ではそれをやってるんです。でこれは国連決議の決定に対する違反なんです。でこれを国連に対して、まあ、英文でですね、それは加藤健さんがブログでもう英文も例文で作られているので、そのままコピペして国連に送っていただくと、国連が問題を立ち上げて、そういうことやってるのか日本はっていうふうに動いた瞬間に、日本の朝鮮大学を、なんていうんですかね、先に日本の政府が慌てて取り締まるっていうことが分かってるんです。本当にすごいことなんですよ。で、そういうすごいロビーストの方、配信に出ていただきます。ぜひ聞いてください。皆さんで、北朝鮮に対する圧力のかけ方、もう外からですね、海外から、海外経由からですね、はい、北朝鮮の北朝鮮に対する圧力をかけれるっていうお話をしてくださいます。はい、ぜひ楽しみに聞いてください。はい、それと、言っていいのかな、高須先生のことは。あ、はい、言いましょうか。高須クリニックの高須克也院院長がですね、拉致問題に対する支援をどういうふうに支援したらいいですかっていうツイートを出してくださいました。はい、私と仲良くしているフォロワーさんが一生懸命呼びかけされまして、拉致問題にどういうふうに支援したらいいですか、ご教授くださいと、実際に高須先生がツイートを出されました。でこれに対してですね、特定失踪者問題調査会の潮風の支援ですね、スポンサーとかそういうものになっていただきたいということを一生懸命今ツイッターで呼びかけしてます。はい、なんとかお願いしたいなと思ってます。皆さんよかったら私のツイートとかリツイートとか引用とか援護射撃してください。よろしくお願いします。ですいません、もう一つ、一度この奪還キャスで配信していただきたい
していただいたんですが、日本が大好きな主婦さんが3月の23日から25日までの3日間愛媛県の美術館で拉致問題をテーマに作品展を開催されます。で、今作品を募集されてます。県外からも愛媛県の小中学生の作品を、展示されるのですが、大人の方2月の末まで作品募集されますので、ぜひ一人でも多くの方、ぜひ作品ご協力をお願いいたします。で、詳しいことは日本が好きな主婦さん の, アカウントを誰か、すいません、月さんか、誰か、すいません、出していただけませんか。ツイッターアカウントでよろしいので、はい、そちらの方に直接聞いてください。送り先とかまだまだ、2月の末まであるので、書とか、絵画、イラスト、あと立体作品、その辺ですね、はい、よかったら参加してください。Facebook の方なんかでもご協力していただくように呼びかけしてます。中曽千鶴子さんからも私も色紙を一筆書いていただきました。言っていいのかな、もう言っていいかな、国会議員の長尾隆先生も色紙協力してくださいました。はい、どんどん一般の方、イラストとか、絵画とか、今書かれてますね、愛媛の主婦さん、はい、ぜひぜひご連絡してください。はい、それでは長くなってしまいました、すいません、12時回ってしまって、はい、皆さんお疲れ様でした。今日も長い時間配信聞いていただきまして本当にありがとうございました。来週すごいロビイストが出演してくださいますので、ぜひぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。はい、皆さんお疲れ様でした。はい、良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。ありがとうございました。失礼します。